はい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 、サブチャンネルです。ドゥドゥルドゥドゥ。東京に帰ってきました。イェーイ。はい。福丸さんと一緒に東京にね、戻ってまいりまして、ちょっとみんなにね、見せたいもんがあるんですよ。なんとね、うちの次男坊が、寝返りをできるようになったそうです。イェーイ。できるようになったの？寝返りしてみて。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 いい。できる？できる？寝返りしてみて。寝返りしてみて。これすごいいい。このさ、このベビー、なんていうの？ベビーマット。プレイマットみたいなね。これね、どこで買ったっけな？ボーネルンドで買った気がする。久しぶりだね、ちょっとさ、寝返りしよう。ね。こう。できるかな？できる？ご機嫌だね。ご機嫌なんですか？めっちゃ笑う。今めっちゃ笑うとき。クルンってしてみて。違う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 。クルンってしてみて。下げるか。じゃあ赤ちゃんにおすすめの体遊び歌をやりましょう。ママ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 お化粧中ポッタ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 お化粧中ジューンポポ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 ポお仕事中カッチャ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 お仕事中カチャ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 体をたくさんこう触ってあげることでこう感覚がね良くなったりとか赤ちゃんが嬉しい気持ちになります。1歳でも2歳でも3歳でもやってあげると、スキンシップになってすごくいいです。もう一回さ、じゃあさ、寝返りやってみ？どうぞ。どうぞ。笑っちゃってる。真剣に手その手を取るの、その手を取るのよ。手を使うの、その口に突っ込んでその手を使うのよね。このはぐみ絨毯っていう絨毯がすごい赤ちゃんにも優しくてね、いい絨毯なんだよね。色も綺麗だしね。手織りなんだって。あ、すごいすごい、そう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 、
おじょ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 うまいうまいうまい、いや違う違う笑っちゃってできてません。きたきたじゃんすごいやん、すごいじゃん。ここまで近づいてみる、ここまで近づいてみるここまで近づいてくれる届くかな。あ、すごいすごい、頑張って進もうとしている。たまらないですね、この頑張ってカメラに進んでこようとするこの姿は今しかないですからね。ねえ、みんなに見せられてよかったね。はい、ということでね、福丸くんは寝返りができるようになったんですよっていうご報告でした。じゃあここで遊ぼっか、これが好きだから。はい、というわけで福丸成長日記ボリュームなんだか忘れちゃったけど3とか4かな、寝返りができるようになったよ記録でした。頑張ったね。それでは今日のサブチャンネルは終わりです。毎日取って出しでもうほぼリアルタイムの投稿ですけれども、毎日投稿をすると決めた以上3月いっぱいは頑張るので、これからも毎日頑張ります。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。メインチャンネルもお願いします。